ポニービルの住人たちよ、わざわざこのちっぽけな町に来てやったのだ。よく見るがいい、本当の夜のプリンセスの姿を。恐ろしいナイトメアムーンはもういない。今のわらわはお前たちに愛されて尊敬されたいだけなのだ。恐怖の夜を愉快でごちそうがいっぱいのお祭りに変えてやろうではないか。なんで？待って、みんな違う。もうわらわを怖がる必要はないのだ。わらわが聞きたいのは喜びの声なのだ。恐怖の悲鳴ではないぞ。おい蝶々、夜のプリンセスが来て嬉しくはないのか。どうしたというのだ。そうか、もうよい、勝手にしろ。わらわに構ってくれるな。見送りなどいらぬわ。ダメ、待って。あ、お願い、乱暴はやめて。トワイライト、私を、どうか信じてちょうだい。私もここに閉じ込められたの。あなたを襲ったケイデンスは偽物よ。お日様キラキラ、テントウムシよ。起きた。もちろんじゃない、あなたは私のお気に入りのおチビちゃんだもの。お花のマークは教師になりたかった私にとって夢のシンボルです。私が教え子たちの才能を花開かせるという意味。お花が笑っているのは勉強している時のみんなの笑顔なんです。ではどうすればマークが現れるのか知っている人。はいはいはい、自分にとって特別なものを見つけた時現れます。そうね、ツイスト。みんなが他のポニーとは違う自分だけの特別な何かを見つけた時、初めてマークはお尻に現れます。でもその何かはいつわかるのでしょう。それは誰にもわかりません。そして何かを見つけるまでは決してマークは現れないのです。おお、愛しき者たちよ、久しぶりだな。太陽が拝みたくてたまらぬと見える。私が女王では嫌なのか。では私は誰だ。千年もの間封じ込められていた私には女王の資格がないとでも。伝説を知っているか、予兆を見たのか。これはこれは、よく私を知っていたな。では私の目的はどうだ。今日でおしまいだよ。覚えておくがいい、この瞬間から夜が永遠に続くのだ。何かパターンがあるはずよ。この絵に共通することって何だろう。ああ、これ肉食の動物ばかり。でも違うのはネズミ。サファイアは渡さないわ、アビサドル。ああ、またこれか。勇者だわ。もがけばもがくほどロープがきつくなる。また今日も迷宮を征服した。いただいてくよ。せいぜいまた頑張んな、アビソトル。なんでそんなになっちゃったんだろう。この飾りバッチリだよね。大丈夫、レインボーダッシュ、私もなんか手伝おうか。おっと失礼。イエーイ、アップルジャック、フーフー。困りましたね。犬の診察は得意ですし、蛇はもっと得意だけど、ドラゴンは見たことないんですよ。おお、よちよち、いい子にして。そう、いい子よ。お座り。フォトフィニッシュ。この店でファッションスターの卵を見つけました。本当に？え、マジで。だからフォトフィニッシュ、彼女をエクエストリアで一番のスターにしてみせましょう。じゃ、明日公園で撮影ね。サバイフラッタシャイ。さあ、奇跡を起こすです。萌えですね。くしゃみでさえエレガントです。いって。どんな気分？ワクワク？感激？夢が叶ってゾクゾク？ビクビク。ビクビク？しっかりするですね。ギャラリーが文句垂れてもステージで誰も助けてくれないです。出番です。ゴー。